ただいま紹介に預かりました健康文化研究委員長の徳美です。本日は週末にもかかわらず非常にですね、多くのですね方に参加をやってですねもらい大変ですねありがたいと思っております。本日のコンテストは旧大生の発信能力というものをですね審査をするものですが、どうしてもこのようなコンテストをですね実施をするかと、言いますと、健康文化研究員とですね旧大ではですね発信能力が極めて重要であると、そういうような認識があるからであります。さて今週のですね水曜日と木曜日にですねグローバル人材育成推進授業というですね、一番最初のですねミーティングの方に出席をですねしてきました。そこでは有川総長のですね挨拶、それから、文科省のですね挨拶、それから農学ですね研究院長のですね挨拶と、それからそのですね授業の説明、さらにヨーロッパ、アメリカ、アジアの方からのですね招待者のですね挨拶との説明というものは全てですね英語の方で実施をされました。最近ではこのようなですねミーティングというのは非常に普通になっております。旧大生というですねものは将来はですね、ある分野のですね指導者になるということがですね期待をされておりますが、そのですねためには英語あるいはその他のですね言葉による発信能力というのは非常に重要になりますので、ぜひですね旧大生というですねものは発信能力をですね十分に身につけておいてほしいと思います。ところが残念なんですねことに最近ではですね旧大生が留学のですね数といいますかね留学生数が非常に少ないというふうにですね聞いております。留学をですねすれば就職ですよね。就職なんかがですね非常に難しいというようなことをですね聞いてありますが、留学ということは非常に貴重なですね、経験とですねなりますので、今日ですねこの、コンテストにですね参加をされるですね旧大生はぜひ留学のですね経験というものをですね持ってほしいと思っております。最後になりましたが、このですねコンテストに非常に多くの時間をですね割かれました健康文化ですね研究員の先生たちにですね大変ですね深い、御礼をですね申し上げて、その私の挨拶をですね終了したいと思います。本日はどうもありがとうございました。参加者の皆様、観覧の皆様、そして審判員の皆様、本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。今回、第4回ということですが、学生団体としては初めて主体として、動いたので参加者の皆様には大変ご迷惑をおかけしたと思いますが、今この場にこれだけたくさんの参加者の方に集まっていただけて本当に感謝しています。今地震、発表者の人は今地震がある人も不安な人も、様々だと思います。私も去年、フランス語で発表者として参加してもう少し練習できたんじゃないかとかいろいろ後悔する部分もありましたが、発表を終えた今言えることとしてはやっぱり発表をしてよかったということと、やればなんとかなるということなことです。ということで、もうここに来たからにはもうこれ以上何もなんかもうやることはないと思うので、自信を持って発表していただけたらいいと思います。皆様がこれまでの練習の成果を十分に発揮できるようこちらもサポートしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。